シスタープリンセス12人目おーついにラスト長かったねここまで3ヶ月以上やってますからね最後のマイシスターはこちらひなこちゃんひなこちゃんをもう最後まで取っといたからひなこちゃんはこの子ねマイシスターに身長132センチですからねもう132センチってよっちんじ、あ、いや、年齢考えちゃいけない。みんな成人してます。ひなこちゃんは12人の妹たちの中で一番のおちびちゃん。寂しがり屋でいつもお兄ちゃんが一緒にいて遊んでくれることを望んでいます。子供だけに、子供つっちゃった。子供だけに愛情表現の仕方がダイレクトなところも、なるほど。楽しめそうだね。もう前回までの地下げでだいぶやられてますんで、こっちは。魔界に連れて行かれちゃったから。今回は展開に行きたいね。まあ、うまくはないですけども。マイシスター、君に決めた。それでは早速、メールチェキ。ひなこちゃんのメールって、明日の秘密のお約束。メールとか打てるお年頃なのかな？大丈夫かな？うん、お兄たまへ。お兄たま。大好きなお兄たま。明日はね、うん、女の子が好きな男の人に、チョコをあげる日なんだって。お兄様。うわもうすごいねこれ。もうお腹いっぱいだもん。いやもう昨日知ったんだよ。すごいなこれ。お友達に聞いて。うん。くしひ。笑しかねえよもう。だからね。うん。ひなもお兄様に。うん。チョコあげるの。あらららー。お兄様、ま、飛ばしちゃったよ。お兄様つい飛ばしちゃったよ。ひなのことお兄様だから。お兄様だから背景がひなよりあれだ。あのお兄様様みたいなことだ。背景がひどいひどいね。いやでもいいっすね。もう汗が出てきたよ。何汗かわかんないけどもう出てきたよ。ひなこ汁が出てきたよもう。バレンタインデー。最後にチョコレートを持ってきてくれるのはこれもう真夜中だけど大丈夫なのかな。あ、ひなこちゃん、こんばんは。ひなこちゃんすごい可愛らしい声。パジャマかな。あらあら、いすけお兄たま。もうおなんかこんなひらがな見たことね。そうだよ、だってひな、うん、お兄たまに会いに来たんだもん。なんでかわかる？骨抜きにされるわ。なんでだろう。おやつを食べに来たのかな？え、おやつあるの？ひなも欲しい欲しい欲しい。なるほど。なるほどね。なんかわかんないけど納得した。今のは例えばの話だよ。おやつはないんだ。ああ、ひな残念。可愛い。可愛いって言っていいのかな？お兄様とおやつだ。いいよね。と思ったのに。うん、成人してますちゃんとこの子は。登場人物は全員成人です。ひなの持ってきたチョコを食べればいいんだ。あら、チョコレート持ってきてくれたのね。お兄たまはバレンタイン、お兄たまにバレンタインチョコを持ってきてくれた。なんでお兄たままでこんな喋り方になっちゃうんだ。お兄たまちゃんと喋れ。お兄たますごーい。すごーい。なんでわかったの。この子もイントネーションが独特だな。ひなこの顔に書いてあるからかな。ひな、お顔洗ってきたよ。ちゃんともこもこ立てて、うん、ゴシゴシしたのに。これすごいな、犯罪だな。それよりチョコをお兄様にくれるの。そうだった、うん、はい、これ。あ、これ今からこれってお兄様にプレゼントだよ。お、ありがとうひなこ。お兄様とっても嬉しいよ。本当、自分でお兄様っていうのまだ照れるわ。わーい、お兄たまとひなと同じ。このテンション、嬉しい嬉しい。いやー、今までこうテンション高い妹ってのは結構たくさんいましたけど、お兄たま大好き。うわくしし、この子のテンションってのもまあなかなか独特というか、ついていくにはまだちょっとね、その1ではまだついていけないよね。やっぱりね、段階踏んでいかないと。くしししって可愛いけどね。さあ今回も来るかな。来ました、毎度おなじみメールが来たかと思ったら日記が来ちゃったのコーナー。あの子日記に何書いてんだろう。お兄たま、うん、今日チョ
の子とっても美味しそうでよかったな。ひなが一生懸命選んだチョコだから、選んだっていう感じ書けるんだね。きっと美味しいよ。うん、うんうん、絶対の本当だね。何を一人納得したんだろうな。お兄たま、ひなからチョコもらったから、うん、とってもとっても美味しいよって でもね、らしいですね。お兄たま、ひなよりチョコの方が好きだったらどうしよう。ひなはお兄たまが大大大好きだから。おすごいな。わ、出た、くしし。お兄たまもチョコよりひなのことが好きだといいな。ひなの方が好きに決まってるじゃないか。ひなこちゃんのチョコレートが食べたいよ。どういう意味だか分かんないけど、いや、すさまじい威力だな。おはよう、お兄たま。ひなこちゃん、ね、ひなこちゃんがお家前で聞いてくれたよ。ひなと一緒に学校行こう。当たり前じゃないか。もうこれから毎朝、あ、同じ学校、あ、学校に通ってるってことは幼稚園児じゃねえや。そうだよ。よかったよかった。お兄たまと同じ学校だよ。うん、いや、まあまあ、なんでも年齢は本当ダメだから考えちゃう。あのね、お兄たま。はいはいはい、なんだい。ひなね、大好きな。おお、それよく言うな。お兄たまと一緒に学校行きたかったから。うん。したんだよ。そうか、偉いな。うさぎさんの目覚まし時計がジリリリってなる前に胸焼けしてくるな。すごいでしょ。うん、すごいね。それから すごいね、ママの作ってくれたご飯を食べて、うん、ゴシゴシ歯磨きして、うん、こうけなげに何でもこうお兄様に伝えたいんだね。いっぱい頑張ったね。すごいばっかり言っちゃうな。ひな。で、自分自身何がすごいのかよくわかんないんだけど。すごい。わーい。お兄たまがひなのこと褒めてくれた。あーだよ、本当に。そうだ、お兄たま。お兄たま若干引き気味だよ、まだ。ひな、お兄たまの夢を見たんだよ。どんな夢だい？学校に行くとき、うん、毎日、お兄たまがひなのこと迎えに来てくれるの。それは今回また夢にしちゃうからね。すっごく嬉しかった。あ、だからね、お兄たま、うん、明日からずっとひなのことお迎えに来てね。まったくこのお姫様ったら。早くシスタープリンセスなんだから。お兄たま、行こうよ。大丈夫か俺今日。お兄たま、いつもに増して脳が回ってないのが分かる。お兄たま、この子と話してるとね。くれなきゃ。うわ、すげえ。学校に行けないよ。すげえ、何がすごいんだよ。こう。お兄たまのお手であったかい。ああ、冬が寒くて本当によかった。明日からずっとこうしようね。君の冷えた左手を僕のなんか忘れちゃった。スノースマイル。ぴょん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 しちゃうな、本当に。本日のメールチェキ、クシシ。お、来てますね。クシシ、お手でつないでランランラン。なんだこれは、大丈夫なのか。お兄様へ。うん。今日はとっても楽しかった。よかったね。だって、お兄様と一緒に学校へ行けたんだもん。本当にお兄様のことが好きなんだから。すっごくあったかかった。うん。ねえねえ、ひなのお手手もあったかかった？やらしいな、おい。やらしいのか？一緒に学校へ行こうね。やらしくはねえな。ひな頑張って早起きして、うん、お兄様のこと待ってるからね。登校下校イベントが一緒にあるんだね。お兄様の夢を見たらどうしよう。うん。ずっと夢を見ていたいし、うん、早起きしないと一緒に学校へ行けないし。あれ、バカなのかな。この子バカなのかな。ねえ、どうしよう。お兄様、いやいやいや、おさらいんですよ。僕もひなこと一緒に学校に行くの楽しみだ。
学校に行きましょう、ひなこちゃんと一緒に。うん、やっぱりひなこと行こう。一応約束したんだし、ダダをこねられたら困るもんな。ふふ、ダダをこねる顔も可愛いんだけどね。そうに、いたわ、気持ち悪いな、お前。神聖だな。え、なんだこのイラスト、初めて見るな。ここひなこちゃんちなんだ。へぇ。お兄様、おはよう。おはよう。ひなこちゃん。お兄たま、ちゃんと約束通りに来てくれたの。当たり前だよ。ひなは今日もとっても元気です。いつも元気だね。それじゃ、へこんでるとこも見てみたいわ。なんでへこんでるとこも見てみたいって思っちゃうんだろう、いつも。早く遅刻しちゃうよ。 S 気が出ちゃうんだよね。でも手をつなぐのは何。お兄たま、うん、ひなとお手手をつなぐのがそんなに嬉しいの。おいおい、挑発的じゃないか。あ、お兄様もひなと同じで、うん、とってもとっても嬉しいんでしょう。わあ、嬉しいよ、お兄様。うん、やったー、やっぱりひなと同じだ。この子ぐらいの年の子がいてもおかしくないですけどね、私。ねえねえ、年齢を考えちゃいけない。お兄様の年齢も考えちゃいけない。なんだい。あのね、うん、あのね、うん、放課後もひなのことあららら、もお迎えに来てほしいな。そんな風に言われちゃったら行くしかないじゃないの。そしたら学校が終わっても、うん、お兄様と一緒にいられるんだもん。いいでしょ。オフコース、もちろん。放課後に用事とかなければ。ないない、何もない。お兄様がお迎えに来てくれる。お兄様大大大好き。あ、もうこの子もすごい好き好き言うね。カレンちゃん並み、ひょっとしたらカレンちゃん以上かもしれないな。さあ、ひなこちゃんと一緒に帰りましょう。まだいるかな。ひなこはちびっこだから僕とはちょっと時間がずれてる。あー、そっか、もう4時間目とかで終わったりするんじゃないの、ひなこちゃんの場合は。ひなこ遅いな。お兄様、ひなこちゃん、お待たせ。はいはい、やっと学校終わったよ。むしろひなこちゃんの方が遅いのかい。そんな慌ててくることもないのに。だって、お兄様に早く会いたかったんだもん。好かれてるな。お金あげなきゃね、もう。お腹空いちゃった。お金あげちゃいたい。早くお家に帰っておやつ食べたいな。一緒におやつ食べたいね、ひなこちゃん。えへー。お金あげるからね。あのね。今月のお兄様代あげるからね。お兄様。あ、なんだい？今日出たひなの宿題すごいんだよ。なんだ？本当ね。作文書くの。すごいでしょ。普通じゃねえかよ。へえ、すごいね。お兄様、なんで毎回ちょっとコメントが不気味なんだよ。ひな、できるかな。どういうテーマの作文なんですかね。お兄様が手伝ってくれたらすぐできちゃうと思うんだけど、うん、先生が人に手伝ってもらったらいけませんって。そうかそうか、うん、僕もそう思うよ。自分の力でやらないとね。でもね、でもね、うん、作文の題はね、一番好きな人っていうの。あ、ひな、お兄たま大大大好きって書くんだ。もうクラスメイトドン引きだよ。早くお家に帰って先生も困っちゃうわ。作文書かなくちゃ。で、お母さんお父さんショックだわ。頑張るんだよ。本日のメールチェキクシシシ、あー、大大大好き。あ、作文できたって、すげえな。ちゃんと宿題やってんだな。お兄たまへ、うん、大好きなお兄たまのことを書いたら、あら、あっという間に作文ができちゃった。その作文読みてみたいね。自分でもびっくり。上手に書けたから先生もびっくりするかも。別の意味でびっくりすると思うよ、先生は。お兄様にもひなの作文見せてあげたいんだけど、うん、でも、うん、恥ずかしいからやっぱやめとこう。おい、恥ずかしいとか羞恥心があるんだ。そうなんだね、すごい見たいけどな。
土曜日、河原にひなこちゃんがいるな。一人でいるのかな。一人でいるとなんかちょっと不安になるんだけど、大丈夫かなこの子。ひなこちゃん友達とかいるのかな。川か、こんなところには誰もいないだろう。お兄様、ひなこちゃん、この声は。お兄様、あー、ひなこたそう。ひなこたそう。何してんだこんなとこで。遊んでたんだよ。おお、何をして。川に石を投げて遊んでたの。地味。一人で遊んでたの。うん。友達いねえのかな。これはちょっと心配になるわ。聞いて聞いて、お兄様、一人で川に石を投げて遊ぶ子供って。昨日ね、うん、昨日学校で蝶々結び習ったんだよ。そっか、すごいな。最初はうまくできなかったんだけど、うん、だんだん上手になって、お靴の紐なら自分で結べるようになった。すごいね。俺小学生の時そんなできなかったよ。いや小学生かわかんないけど、この子は。ひな、えらい？えらいね。ひな、もっともっと練習して、うん、次はおリボンも結べるようになるんだ。そしたらお兄たまにも大きなおリボンを結んであげるからね。お姉たまになっちゃうわよ。ひなとお揃いしようね。お姉たまになっちゃうわ。ね。なんかちょっと怖くなってきたぞこの子。うわーい。ひなとお兄たまお揃いだ。お兄たまにリボンをつけさせたくて、そんで一人で河原にで石投げてる子供。怖えなちょっと。本日のメールチェキ。お。よく来てるな、ひなこちゃんからは。足が濡れちゃったよ。うん、お兄たまへ。あのね、うん、川で石を投げてたら。なんで投げてたの。ひな、もっと遠くに投げてみたくなったの。あれ、やっぱバカなのかな。どんどん川に近づいて、うん、えいって石を投げたら、うん、そしたら足だけ川に落っこっちゃって。危ない危ない。バカなのかよ。蝶々結びがびしょびしょになっちゃった。あらら、はあ、せっかく上手に結べたのに。で、なんで一人で。でも大丈夫、ひなはもう蝶々結びができるんだもん。うん、お家に帰る時も一人でちゃんと結べたんだよ。はあ、すごいでしょ、ひなより。いやー、すげえ。すげえな、お前なんか。本日お菓子店にひなこちゃんがいますね。行ってみましょう。お菓子店、初めてのお使いじゃねえの。あれはひなこちゃん。おい、ひなこ。お兄たま。はいはい。ひなこ、本当にお菓子が好きなんだな。え、一人今日も。好きだけど、うん、見てるだけでもすっごい楽しいの。お菓子を見に来たんだ。お菓子を見てるだけで、うん、ひな、なんだかドキドキしてきちゃう。なんかいろいろ不安になる子だな。そうだ、お兄たま、うん、今日ね、お絵かき教室でお兄たまの絵を描いたんだよ。マジで、それは見たいな。一番苦労したのはね、うん、お兄たまのお花かな。お花？なんでお花？ひなこはお絵描き教室に通ってるんだ。あ、学校の授業とかじゃなくてお絵描き教室。そっかそっか、きっと上手に描けてるんだろうな。ひなはね、うん、お絵描き上手ってよく褒められるから、うん、今度お兄たまにも見せてあげるね。うん、お花がうまく描けるといいね。お兄たまも見せてあげたいんだけど、うん、あんまり上手に描けたからお絵描き教室に飾ってあるの。あらあら、そうなんだ。そっか、見たかったんだけどな。でもでも、先生に言って早く返してもらうから、うん、そしたらお兄たま、お部屋に飾ってちょうだいね。ちょうだいねって。うん、楽しみにしてるよ。お兄たまに飾ってもらえるのがとっても楽しみ。うん、お兄たまもね、楽しみにしてるからね。気をつけてお家に帰るんだよ。うん、また来世。それは前回までだよ。
それでは今日もひなごちゃんと一緒に学校行きましょうかね。ひなごちゃんと起きてるかな、ひなごちゃん、今日もひなごちゃん。なんでこんな呼び方になっちゃったんだろう。最初からそうだったよね。あのね、お兄たま、ひな、昨日お兄たまの夢を見たんだよ。またか、しょっちゅう出てくんな。どんな夢を見たの？本当ね、ひなとお兄たまがお手手をつないで一緒に学校へ行くの。あら、それまさ夢じゃないの。それだけ。あー、くそつまんない夢だな。そんなこと言っちゃいけないよ、本当に。学校着いたよ。はあ、もう着いちゃった。うん、どうしたの？お兄たま、ひな、もっともっとお兄たまと一緒にいたかったのに。ひなとひなこちゃんと一緒にいたかったよ。しょうがない、これからお勉強が始まるんだから。お勉強よりも、お兄たまと一緒にいる方がずっとずっと楽しいんだよ。駆け落ちしちゃおうか。それなのに、人のこと誘拐事件になっちゃうわ。ほらほら、わがまま言わないでお勉強しましょうね。あのメカひなこちゃんを作ってもらって、リンリンに学校にはメカひなこちゃんにさせてね。お願いなら、ひな、頑張る。メカひなこちゃん量産型を作っていただいて、小さいから作りやすいんじゃねえの。メカひなこちゃん、下校です。ひなこちゃんと一緒に帰りましょう。お待たせ、お兄たま。早く帰ろ、お兄たま。また行っちゃった、すごいって。ねえねえ、お兄たま。あ、なんだい。お兄たまって、ケーキ好き？ケーキ大好きですよ、甘いの好きですからね。ほんと？あのね、あのね、今日ひなのおやつケーキなんだよ。羨ましいな。だからお兄たま、ひなのお家で一緒に食べよう。よし、全部食べちゃうぞ。もう早くひなのお家へ行かないと美味しいケーキが逃げちゃうよ。かわいいな。ちょっと待ってって、なんでお兄たままだためらいがち。お、すごい、ここひなこちゃんのお部屋シャレてんな、おい。すごいな、なんかじゃじゃーん。今日は丸ごとのいちごケーキだよ。ヒューって、おかしいだろそれ。お兄たまにも食べてもらうんだってひなが言ってたから、大きいのを作ってくれたのかな。ヒュー、みんな幸せ。すげえ、今日はいっぱい食べれるね。ヒュー、だからたくさん食べるとお腹が食べてる。おいしい。かわいいな。何個でも食べられちゃう。ひなはね、食べながら喋らないの。いちごのケーキが2番目に好きなんだよ。1番目はプリンのケーキで、プリンが好きなんだ。3番目は、ひなこもっとゆっくり食べた方がいいんじゃ。お兄たま、ひなは全然大丈夫だよ。どうした、大丈夫か。お兄たま、お腹痛い。あ、お赤飯。お赤飯を今すぐ。泣いちゃったよ。お腹痛い、ひなこちゃん、いいな。お腹痛い子フェチだからね。すげえ号泣だよ。トイレに行け、トイレに。いや、ベッドで横になってったよ。トイレ漏らしちゃう、漏らしちゃう。それはそれでチョコケーキになっちゃうじゃねえかよ。そんな趣味はねえんだよ。幸い腹痛はすぐに収まり、ひなこはあっという間に元気を取り戻した。お、すげえ、ケーキ作ってんじゃん、かわいい。泣いてたことなんかすっかり忘れて、ニコニコ顔でキッチンに立って、ひな、ひな、今度はクッキーとホットケーキと、あとね、あとね、ドーナツを作るんだ。なんて言ってたもんな。本当に作れるのかどうかわからないけど元気になって、よかったよ。ま、食べ過ぎちゃいけないっていう教訓は全然生かされてないだろうけど、バカなんだ。なるほど、この子はな。ひなこちゃん好きだわ。ひなこちゃんかわいいわ。ロリコンとかじゃねえよ、そういうのじゃないから。ひなこんだからね、俺は。